今日の一問一答ですね。介護支援分野。介護予防支援という単元になります。指定介護予防支援事業者について、次の記述は、正しいか誤りか答えを。問題。主任介護支援専門員を置かなければならない。主任介護支援専門員を置かなければならない。というふうにありますが、これは誤りになります。主任介護支援専門員を置かなければならないのは、地域包括支援センターですね。 介護予防支援事業者が配置しなくてはいけないのはこれは保健師あるいは社会福祉士あるいは介護支援専門員、あるいは経験のある看護師あるいは高齢者保健福祉の相談業務に3年以上従事した経験のある社会福祉主事という人たちですねを1人以上配置しなくてはならない。 というふうに基準の中で定められています。まあ、介護予防支援事業者に置かなきゃいけないということですから、介護予防支援ができる人を置かなきゃいけないということになるわけですね。で介護予防支援ができる人っていうのが、さっき言ったような人たちになります。保健師、社会福祉士、介護支援専門員、経験のある看護師、そして高齢者保健福祉の相談業務に3年以上従事した経験のある社会福祉主事といった人たちですね。 まあこういうような人たちを1人以上置くということになっています。で地域包括支援センターに置かなきゃいけない人っていうのは全部でこれ3人いますね。まず1人人人ががが保健師そそししててももううう社会福祉士そしてもう1人が主任介護支援専門員ということいこですねですのでかぶるところもありますのでちょっとごっちゃになりやすいところかなというふうには思いますけれどもまあ違いをですね区別して頭に入れておくといいかなと。 いいう,うに思いますでもっと言うとですねあの介護予防支援事業者っていうのはこれは地域包括支援センターの設置者にななるわけなんですねですので介護予防支援事業所ときたら、まあ、原則地域包括支援センターとなるわけですねですのでこの介護予防支援事業者と地域包括支援センターっていうのは頭の中ではまあ同じイメージがあると思うんですね。でですので まあ介護予防支援事業者について主任介護支援専門員を置かなければならないときたらですねまあそうそう地域包括支援センターには主任介護支援専門員を置かなきゃいけないよねっていうことでまあ丸をしてしまいがちかもしれませんけれどもあくまでもですね基準としては地域包括支援センターと介護予防支援事業者というものは別ということで区別がつけられておりますのでまあその辺ごっちゃにならないようにしておくといいかなというふうに思います。 ということで介護予防支援事業者について問うている今日の問題ですが主任介護支援専門員を置かなければならないというふうにありますがこれは誤りということになります。今日の一問一答の解説は以上です。